さて、連中が失敗したら出番というわけか。せっかくのリハビリの機会、逃したくはないが、トールズ士官学院7組とやら、せいぜいお手並みを拝見させてもらおうか。さあ、探索を始めよう。外回廊に出たか。あちらは演習地の方角かな。新7組のみんな、どうしているかしら。意思は託した。あとは彼ら次第だろう。今信じるとしよう。彼ら自身の7組の魂よね。まだ続くのか。慎重に行こう。また外回廊、いい眺めね。やれやれ、こんな時でなければ一曲披露したんだが。マナの波動がどんどん強まってきています。屋上まであと少しだ、急ごう。どうだい。Thank you.
なかなか骨が折れそうだ。速攻だ、シグマオペレーション。安らかに生きたまえ。シュート。させるか。頑張って。ありがとう。俺の番だな。下がれ。ああ。アークス駆動。任せてちょうだい。燃え尽きなさい。ファイヤー。チャンスよ。付き合い。させるか。頑張って。ありがとう。はい。敵ユニットの傾向を解析。解析完了です。俺の番だな。引くだ。今だ。もらった。ワン。行きます。アークス駆動。俺の番だな。引くぞ。崩れた。もらった。僕の番だね。響け、エレガントワルツ。ああ。やあ。俺の番だな。下がれ。今だ。もらった。任せてちょうだい。行くわよ。愛と真心を君たちに。ありがとうございます。私の番ですね。はあ。やっ。マイ。聞くぞ。私の番ね。そこ。
僕の番だね。景気よく行こうじゃないか。それ、行くぞ。引くぞ。崩れた。もらった。ええ、そこチャンスよ。付き合い、僕の番だね。それ崩れた。続きます。私の番ですね。えい、今です。いただき。うまくいきましたね。次もよろしく頼むよ。やったわ。やったぞ。もうちょっと待たされると思ったが、どうやら裏技を使ってここを掴んだみたいだね。ああ、いくつもの思いが俺たちをここまで導いてくれた。帝国人である私たちが出しゃばるのも心苦しいけど、それでもこれ以上あなた方に好き勝手させるわけにはいきません。4年前のゴスペルと同じく阻止させてもらおうか。え、なんだあんた。4年前、その格好って。さすがに想定外すぎるんだけど。何やってるのさ、オリバルト王子。はあ？なんで帝国の王子がこんな場所に来てやがるんだ？そりゃ驚くよな。それも視察団の行事の真っ最中だものね。今の僕は一演奏家。クロスベルの熱い思いを僕なりに表現しに来ただけさ。しかし魔女殿もいないが、怪盗紳士もいないんだね。君たちが再び動き始めたのならてっきり来ていると思ったんだが。言ったように結社でもいろいろあってね。彼は深淵と気があったから今回は外れてもらったんだ。幻影計画の奪還、その邪魔をされたくなかったからね。やはりその名前に行き着くのですね。あなた方が姉を狙うならその意味でも捨ておけません。その計画の趣旨についてもある程度は話していただきます。今いい気合ね。ああ、1年半前に残された謎に迫るためにも、帝国とクロスベル双方に渦巻く暗雲を少しでも払うためにも。君たちの実験とやらここで打ち砕かせてもらうよ。熱くさせてくれそうじゃねえか。どうやら
本気で迎え撃つ必要がありそうだね。それじゃあ結社の執行者ナンバーゼロとナンバーワンがお相手するよ。俺の中の黒き炎、見事引きずり出してみろや。7組総員全力で迎撃する。オリベさんもお願いします。ああ任せたまえ。さあ俺を熱くさせてみろや。7組と宝刀王子の手並み見せてもらうよ。僕の番だね。輝け、ゾディアックフォース。僕の番だね。いやー、俺の番だな。下がれ。崩れた。もらった。の傾向を解析。解析完了です。さーてとさせるか。私の番ね。燃え尽きなさい。ファイヤー。今だわ。しっかり。ぬるいが勘弁しろよ。安らかに生きたまえ。シュート。それ。ありがとう。俺の番だな。下がれ。崩れた。もらった。さてと。辛いな。任せてちょうだい。輝け、ゾディアックフォース。私の番ね。行くわよ。燃えろ。それ。あ。やー。俺の番だな。チェンジ。ヒット。ひどいことするな。行きます。息吹を。ありがとう。任せてちょうだい。行くわよ。それ。はっ。うるせえ。はい。僕の番だね。
安らかに生きたまえ。シュート！はっ！開いた！私の番ですね。暗き刃よ、お願い！開いた！今です！いただき！開いた！私の番ね。輝け！ゾディアックフォース！へっ！へっ！開いた！少し本気を出させてもらうよ。はあ。我が元に集え、大いなる七王の力解き放て、アカシックスター楽しんでくれたかな。開いたやるじゃない。我が求めに応じ、今こそ権限せよ。祖は堅牢、我らを守る唯一の盾。祖は流霊、今国を照らす無二の鏡。照らせ、パレス・オブ・エレギオン。とっておきを見せてあげるわ、気高き光よ。我が元に集え、喰らいなさい。ジブリール・アロー、己の罪を食いなさい。が、いいじゃねえか。マイ、はっ、無理、焼き尽くせ。無理、無理、俺の番だな。せっ、無理、燃えろ。甘く見ないで。無理、僕の番だね。あとは任せた。あとは任せたまえ。くらえ。へっ、燃え尽きなさい。ファイヤー。無理、行くぞ。発進、そこまでだ。強制観察を開始する。もう一丁、これでとどめだ。ジャスティス・バレット。無理マジかよ。こんなところで立ち止まっていられない。よし、掴んだいい感じだ。やりました。いいね、お前ら、コマ城の時よりもずっといい。やれやれ、別にいいけどさ、下手したらこの塔ごと巻き込んじゃうんじゃないの。まあ、ちっとは譲れや。深淵が出てこなくてちょいとイラついてたからな。大丈夫だ、デカブツまで燃やしたりしねえよ仕方ないな。来るぞ。分かってる。1年半ぶりだが、なんてプレッシャーだ。火炎魔人、試射閣下がやり合った人外か。セリーヌ、手伝って。ええ、あの黒い炎をなんとか封じ込めるわよ。1年半ぶりだ。
せいぜい熱くさせてくれよ。光の検証くらいにはな。一緒にクルートしようぜ。ダギってきたぜ。俺の番だな。こー新規こいつマイ下がれ。今だ。もらった。そこ。あ。は。はい。すみません、お願いします。いいとも。いやちょいと熱いが我慢しろよ。ほら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 。さてこいつの仕上げだ。ジリオンハザード。あとはお任せを。行きます。ありがとう。行きます。アークス駆動。焼き尽くせ。すぐに処置します。すまない、助かる。許さん。行くぞ。は今だ。もらった。へっ、行くわよ。ああ、アークス駆動。それ。すまない、ありがとう。助かる。チャージする。ありがとうございます。やっ。ありがとうございます。燃えろ。行くぞ。輝けゾディアックフォース。下がれ。私の番ね。アークス駆動。少々ぬるいが勘弁しろよ。くらいな。任せてくれ。貫け。崩れた。続きます。マイハグ。今だ。もらった。私の番ね。よ、とっておきを見せてあげるわ。
気高き光よ、我が元に集え、喰らいなさい、ジブリールアロー。己の罪を食いなさい。迷宮シス、我が太刀は聖、見えた。さあ、七の太刀、楽よ。灰の若造に魔女の娘、他の二人に法と王子も悪くねえ。乗ってきたぜ。このまま踊り続けるとしようか。やれやれ、趣旨が違ってきてないかい。なんとか炎は抑えましたが、これは長くは持たないかもしれないわね。まさに魔人か。あんな化け物と子爵閣下は一人でやり合ったのか。リン、このままじゃ。ああ、切り札を切らせてもらう。来い、灰の騎士。おっと、させないよ。霊的な障壁、それがあったか。エマ、解除できそう。ダメ、炎が抑えきれなくなる。そんじゃこのままクライアウトしようぜ。さすがに相手が悪かったかな。トールズの7区に噂以上だったけど、ここまでか。やっぱり深淵か、彼らに来てもらわないと。7組ならまだいるわ。ユーラ、クルト、ミューゼまで。クロウサギか、くらえや。アルティナ、アッシュ。お待たせしました、教官。新7組、協力者と共に参上しました。来ちゃいました。なんとか隙はつけましたが。やべえやべえ、ひょっとしてやっちまったか。来てくれたんだ。ありがたいな、さすがにこの場は危険です。下がっていてください。いいね、そこの近所の小僧、見込みがありそうじゃねえか。マジかよ。人外と考えた方がいいみたいですね。今ので打ち止めかな。心意気は買うけど、それだけじゃね。甘く見るんじゃないわよ。新七組と第二分校の力、あんたたちに見せてやる。ビーコン設置完了、いつでも誘導できます。デアフリンガー号への無線接続も完了しました。ほら、とっとと呼べや。お願い、ティータ。了解です。
ヌル。ドラッケン22号機リフトオフ。おお、すごい。ラインフォルトと ZCF が共同開発した新技術か。大した子たちだ。教官リー、リーさん。ああ、来い、灰の騎士バリバーレ。おう、ありかよ。ちょっとばかり見くびってたみたいだね。でもこれでやっと起動条件も整ったみたいだ。動きやがったか。昨日の時と違う。昨日は霊視エネルギーの充填が十分じゃなかったからね。だが条件はクリアできたし、もう武装を使うことができる。中に入るのは久しぶりね。尋常な相手じゃなさそうだけど、なんとかなりそう。前回戦ったタイプより小さいが、機動性ははるかに高そうだ。妙な力の流れも感じる。まずは様子を伺いつつ崩すぞ。了解だ、リーン。だらしいな。ええ、当たり前です。私ならではのクロスベルの意地、何としても示してみせます。これってやはり発動したか。うん、お主らの新たな力だ。フィーたちに聞いた。鬼神を起点に新旧7組を結ぶ霊的なリンク感じる。教官とユーナたちを。ええ、やっぱりクラウソラスに似てる。あれ、ちっ、またかよ。新旧7組、やはり縁があるみたいだな。来るぞ。一旦全員下がりたまえ。行くぞ、リューナ。はい、教官。強敵よ、気をつけなさい。マイ。はっ。崩れた。付き合い。よし。せい。崩れた。いただき。任せてちょうだい。はん。俺の番だな。はあ。よし。やっ。チャンス。いただき。空からの攻撃、
アーツか銃で迎撃なさい。行くわよ。マイ、はあ、行きますね。やっ、私の番ね。はん、行くぞ。はっ、崩れた。気合い。あっ、よーし。俺の番だな。はっ、今だ。付き合い。私の番ですね。行くぞ。せい、今だ。ここだ、ユーナ。はい、下がれ。やー、レンの立ち、ほうきます。行くわよ。行くぞ。チャージする。任せてちょうだい。はん、来るわよ。気をつけなさい。まだまだ。はあ、いいじゃない。このまま一気に行くわよ。まずいですね。それ。俺の番だな。私の番ね。やっ、よーし、やっ、チャンスいただき。俺の番だな。よーし。
しますね。マイハリマだ、ゲイ、よーし、逃がさない、ファイヤー、はい、やオールの番だな。さあ、かかってこい。はっ、甘い、今だ、ゲイ、行くわよ。はー、くらえ、チャンス、頼みます、教官。わかった、まだまだこれ成長しちゃいました。やった、動力機関停止したみたいです。すごいな、二人とも。本当にやったじゃない。ああ、ユーナも含めてみんなのおかげだ。少しは示せたかな。やられちゃったか。博士はいい顔をしないだろうけど、これにて実験は終了だね。使い捨てだ、構わねえだろ。それよりそろそろ出てこいよ、三人とも。え、まさかさすがに気づかれてたわね。クロチルダさん、青の親友。まさかいたとは。いえ、あれは幻影ね。姉さん、やっと見つけたわ。何やってんのよあんたは。久しぶりね、エマ、セリーヌ、リーン君たちに。クロウサギも王子殿下と新七組の子たちは改めてお見知りおきを。元帝都歌劇場の歌姫にして結社にくらう蛇が第二中、青の深淵ビータクロチルだよ。失踪中の歌姫こんな場所でお目にかかれるなんて。カンパネルラにマクバーン、半年ぶりくらいかしら。あんたが結社と揉めて行方をくらまして以来だな。まったく面倒くせえ真似をしてくれたもんだぜ。確かグリアノスはやられちゃったんだろ。幻影を飛ばすにしても近くにはいそうだね。否定はしないわ。さすがに今回ばかりはピンチかもしれないわね。姉
さん、どうして結社から離れたのだったら、どうして戻ってくれなかったの。おばあちゃんに杖まで返して。私の忠誠はあくまであの方に捧げられている。その意味で一族の魔女として里に戻ることはないでしょう。そんな、あの方結社の名手とやらね。とは言っても最近ちょっと事情も変わってね。ババ様とあなたたちに話したいことも出てきたのだけど、まあそれはともかく、魔女が姿を現したのならそちらも出るのが筋じゃないかしら。ふん、道理だな。デアフリンガー、そちらに兵装は行ってますか。なんだこいつは。結社、いや話の流れからすると、お初にお目にかかる。青のジークフリードというものだ。知性の長代理として参上した。知性？それって確か魔女の始祖たちと共に鬼神を作った。しかも長代理って。現れたわね、この一年半。数百年の長きにわたり歴史から消えていた勢力が。数百年な、何言ってやがる。途方もない話みたいですね。グノーム、1200年前の真実を知る片方か。しかし、あの彼は…面白い。惜しいやつとは思ってたが、まさかそう来やがったとは。へえ、何やら因縁があるみたいだね。それにしてもいいね、君。結社の相手にふさわしいよ。今回は顔見せに終わってしまいそうだが、見喰らう蛇。よければやり合ってもいいが。あ、その武装は。まあ今回の実験はとっくに終わっちゃったしね。これ以上は野暮ってもんだろう。後始末も必要ねえぜ。昨日と同じ。いえ、気をつけてください。現実の炎じゃないわ。この熱量は火炎魔人、やはりとんでもないわね。ほう、面白い。ま、今回は退散するぜ。そっちの魔女殿を捕まえるお仕事もあるしな。そうそう、忘れてた。ギャラリーも多いことだし、いい機会だからやらせてもらうよ。
執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。これより名手の代理として減塩計画奪還の見届けを開始する。珍しい場面に立ち会わせてもらった。これ以上の観察は不要だ。撤退しなさい、ジークフリード。了解だ。三人、そういうことだったのか。ってことは今のが知性の今の声、どこかで。うん、今の御仁はともかく気に入ったわ。ジークと呼んでいいかしら。好きにするがいい。あれは翼。サザーラントでも現れた鬼神とは別の灰の機動車、それにトールズ7組だったか。先ほどの勝負は悪くなかったが、我らの争いに立ち入るには遠い。せいぜい腕を磨いておくがいい。待て！私も失礼するわね。グズグズしてたら捕まりそうだし。待って姉さん。あんたね、今のを見て何も話さずに行くつもり？それに結社に追われてるなら少しくらい協力しても。協力者もいるから心配ないわ。それとしばらくこの地で幻獣や魔鋼兵は出現しないでしょう。プレルマ僧の目は私が一通り潰しておいたから。でも忘れないことね。すでに物語は始まっている。私が結末をすり替えようとして失敗してしまった真なる物語が、帝国を、クロスベルを、世界を巻き込む終わりのおとぎ話が。くれぐれも気をつけることね、エマ、リンク、七組のみんなも。詳しいことは何も。ですが、ありえないことは俺たちが一番よく知っているはずです。そうだね。はい、全員で埋葬にも立ち会ったんだもんな。アリサちゃんも大丈夫？少しぼーっとしてるけど。そうですね、いろいろとありすぎて頭が麻痺してるのかもしれませんが。アリサ、本当に大丈夫か？うん、平気。エマの方こそ大丈夫？そうだな、せっかく雇われたのに。いえ、
しぶりに顔を見られただけでもよかったです。それよりもいろいろなことが見えてきましたね。私たち全員の今後に関わるような。ああ、真なる物語、終わりのおとぎ話か。みんなで頑張ってなんとかここまで来られたけど、僕たちじゃ手に余るような問題ばかりが見えてきたな。ほら、心機くせえ顔してんじゃねえ。そうそう、ここは胸を張らなくっちゃ。え君たちが頑張らなかったら事件も解決していなかっただろう。ああ、突入タイミングも完璧だった。渡した新装備もちゃんと活用してくれたしね。ええ、あの結界が壊れたからバリマールも呼べたわけですし。まあ、少しくらいは自信持ってもいいんじゃない。ああ、これで今回の要請もなんとかクリアすることができた。ユナ、クルト、アルティナ、それにミューゼにアッシュも、本当によく頑張ったな。あくまで主役は7組の皆さんですけど、一番頑張ったのはユーナさんではないかと。そうだな、教官に協力して新規を倒したわけだし。私は必死についていったくらいで。謙遜することはない。警察学校時代で磨いていた戦闘技術や操縦センス、第二での頑張りと思いの全てがあの戦いに込められていたと思う。ありがとう、ユナ。クロスベルの意地しかと見せてもらったよ。このような場所でのお見送り、さすがに恐れ多いかと。どうかお気になさらず。今回皆さんが成したことを考えれば、いくら感謝してもしきれませんから。もう姫様、相変わらずのサービス精神ですね。本来ならばミシュラムにいた面々とも引き合わせたかったところだが、全員もう解放されたのだろうね。はっ、それはもう。ノエルさん、セルゲイ課長、ダドリーさんとも連絡がつきました。エリーさんとマクダエル議長も市外に戻られたそうです。そうですか、よかったです、本当に。エリーさんとは前に会ったことがあるけど、確かこの後アリサちゃんが会う約束をしてるんだよね。ええ、経済技術政策について意見交換をする予定なんです。噂は聞いてるけど、お会いするのは初めてだから楽しみで。多分あんたとはかなり話が合うと思うぜ。お互い多彩な趣味でいらっしゃるみたいですし。シャロンさんも回復されて本当に良かったです。安心しました。やけども大丈夫だそうですね。ウルスラ病院の先生に入念に処置していただきましたので、肝心な場面で皆様のお役に立てなかったことは心残りですけれど。もうだからそれはいいってば。
それにしても結社は結社で変なことになってるみたいね。ええ、まさか第二中が終われ怪盗紳士も遠ざけられているとは。はい、そのあたりの状況は探っていく必要がありそうね。でもいいのか、こんな状況なのにセリーヌがしばらく俺の方に来てしまっても。私も当てはありますし、しばらくは一人で大丈夫です。それに今後のことを考えると、あんたも力を制御できるようになった方がいいでしょうしね。しばらく私が鍛えてあげるわ。わかった、よろしく頼む。くれぐれも元気で、何かあったら連絡してくれ。はい。セリーヌもリンさんのことよろしくお願いね。ええ、あんたも気をつけなさい。マキアスはしばらくクロスベルに残るのか。ああ、観察業務はむしろこれからが本番だからな。改めて父さんとも話し合う必要がありそうだし、ユーシスの件でルーファス総督とももう少し話したいと思っている。そうか。なんだかんだ言ってお二人とも仲がいいですよね。あいつに貸しを作ったら大きな顔ができそうだからな。なんだかあっという間だったわね。ああ、でもまたすぐに会えるさ。アリサも数日ほどクロスベルに残るんだったか。ええ、帰りは一応母様と一緒に戻ろうと思ってる。列車砲に巨大軍需工場、問いただしたいことも多いから。お嬢様。そうか。心配しないで、これでも開発部を背負う室長だから。お互い頑張りましょう。私たちにしかできないやり方で、それがあの約束を果たすことにもつながるでしょうから。アリサ、そうだな。はい。ああ、踏ん張りどころだろう。今後どこまで君たちの力になれるかどうかわからないが、私は私でできる限りの悪あがきをさせてもらうつもりだ。それからありがとう、演奏家オリビエ・レンハイムのわがままに付き合ってくれて。こちらこそ本当に助かりました。殿下が立ち上げてくださった7組という枠組み、私たちならではの形で続けさせていただこうと思います。そうか、今後も楽しみにさせてもらおう。それと新7組の諸君も、君たちと出会えて本当によかった。リーン君たちとはまた違う新たな風を感じさせてくれた。ティータ君も含めて、これからも君たちなりに頑張ってくれたまえ。はい。もったいないお言葉。承知しました。ふふ、頑張ります。リーンさん、皆さん、どうか今後もお気をつけて。今回の視察で私も多くのことに気づかされました。私もまたリーンさんたちやお兄様のように諦めないつもりです。アルフィン殿下、心強いです、本当に。それとは別に、下司祭のパーティーでリーンさんがダンスに誘ってくださるか個人的には気になりますけど。え、下司祭のパーティーということは、ひょっとして姫様の将来のお相手候補でしょうか。教官、どうなんですか。いやいや、さすがに殿下の冗談だろ。ですよね。どうでしょう。
オター村はそのくらいで、兄様も少々動揺しすぎです。アリサさん、エマさん、マキアスさん、兄を手伝ってくださって本当にありがとうございました。皆さんの絆が変わらぬどころか、むしろ強まっていること、妹として本当に嬉しく思います。エリゼこちらこそありがとう。しかしエリゼさん、本当にしっかりしたわよね私たちも負けていられませんね。はあ、そうなんです、最近からかいがいがなくってすました隙をつつく楽しみもありますけど。もう、それと第二の皆さん、今回はきちんとしたご挨拶もできずに失礼しました。リーンの妹としていずれご挨拶に伺うつもりですので、その時はよろしくお願いしますね。って、そうなのか？うん、エリゼさんなら大歓迎ですよ。借りも返したいですし、お待ちしています。だから本当に何をやったんだ。やれやれ、ほんと俺たちのノリに似てるっつうか。ですね、ちょっと羨ましいです。でも信じています、私たちも取り戻せるって。当たり気だ、お互い気張ろうぜ。ティオスケ、合点承知です。ランディさん、お母さんによろしく。手紙もいっぱい書くから、二人ともいい子で元気でね。うん、姉ちゃんも元気でな。クルトちゃんとアルちゃんもまたね。ああ、また会おう。どうかお元気で。よかったんですか、クロスベルに残らないで。ああ、もともと第二に赴任したのはあの総督に推薦されたからでな。狙いは完全に分かってたからのらりくらりとかわしてたんだが、シャーリーや赤い星座が帝国で動き始めてるなんて聞いて仕方なく引き受けちまったんだ。そうだったんですか。ランディさんの戦闘力を遠くに追いやるのが目的ですか。ああ、そうなんだろう。だが結果的には正解だったかもな。え？表の世界でも裏の世界でも今帝国で起きつつあることはクロスベルと完全に連動している。だったら俺は遠くから援護射撃をするまでだ。帝国でリーブスで生徒たちをしごきながらな。ランディさん、私も同じです。ランディ先輩の言う通り、帝国に何かあったらクロスベルも巻き込まれると思うんです。だったらケンやナナたちのため、クロスベルのみんなのため、あがいているロイドさんたちとは
別の形で頑張ることに決めました。それにクロスベルの人と帝国の人がお互い笑顔になれる、そんな未来がどこかにあるような気がしてきましたし。ユーナちゃん、そうか、すごいな君は。落ち込んでた時とはまるで別人みたいです。有望は大物になりそうだな。ってみんなしてバカにしてません？無事鳥籠から抜けたか。